ロボットアニメ速報。ズンダモン総統が直接情報を届け、この速報動画でもたびたび紹介したブレンダイザーの新企画プロジェクト G の全容がついに解禁された。その名もブレンダイザー U。 テレビアニメとして2024年に放送予定。合わせてティザー PV とビジュアルとスタッフの情報が公開された。アニメーション制作は元福島ガイナックスことスタジオガイナ、総監督を機動戦士ガンダムシードの福田光雄、キャラクターデザインに新世紀エヴァンゲリオンの貞本義行、シリーズ構成脚本にはガンダム彗星の魔女の大河内一郎、音楽にはワンピースの田中康平とかなり豪華なスタッフが揃った。新たなブレンダイザーは元のデザインを踏襲しながらもスタイリッシュな印象、ユーク・フリードもカオルくんっぽい爽やかながらも影のあるイケメンなのだ。もちろん兜浩二も登場する。イベントには巨大立像も立ったサウジアラビアでアニメや漫画ゲームの制作普及に力を入れる企業漫画プロダクションズ社の CEO も出席していたため、世界展開も視野に入れた一大プロジェクトとなるのだろう。ブレンダイザー U がどんな作品になっていくのか、今後の続報が楽しみなのだ。以上、ロボットアニメ速報、ズンダモン総統がお送りしたのだ。